はいサイ、はいはいサイ、今日ね、はい、俺おすすめの、はいはい、スイーツ、スイーツ、スイーツ、沖縄のスイーツ、沖縄、うん、沖縄のスイーツ、沖縄といえばみたいな、そうそうそう、辛いものが好きってイメージの俺だけど、はい、ちゃんと甘いものも食べるよと、はいはい、ということで二人をお連れしたのはこちら、どん、はい、お食事と喫茶の店千日さんです。これってデザート甘いものは何ですか。なんか食堂って感じの、そうそうそう、確かに食堂と雰囲気は、俺が勧めたいのはね、喫茶の方ね、喫茶の方、そう、今回行くのは喫茶、あのぜんざいとたい焼きのお店なんで、はいはいはい、とりあえず入って現物見せます、はい、行きましょう、はい、メニューがこちらになっております、はい、ぜんざいコーナーと、あ、右がぜんざい、で左がかき氷、金時かな、金時になってこんな感じになってます。値段の表は、はい、だいたい350円から500円、550円、めっちゃ安い。2人来ても1000円あれば、1000円あればお釣り来ますね、食べれるよ。でおすすめが俺、はい、個人的なおすすめこれね、もう王道、あ、ミルキン時、はいはいはい、本当に素朴な味、本当にもう、あ、沖縄の夏を涼しくできるので、はいはい、いちごミルクもね、とっても人気あるさ。でこの、これどういう意味なの、金時、金時豆は金時じゃないの、あー、小豆が使われてるからってことですね。じゃあ、安倍さんおすすめのこのミルク金時と、あ、いちごミルク金時と、これたい焼きも美味しいって聞いたけど、食べたことないわけ、はいはいはい、今川焼きと一緒に一つ取ってみる、 OK っす、じゃあ、早速、うん、ミルク金時1、はい、いちごミルク1で、今川たい焼き1ですね、オッケーです、はい、じゃあそれで注文していきましょう、はい、じゃあ注文していきます、はい、じゃあ到着したので紹介します、はい、ミルク金時、いちごミルク金時、たい焼き、今川焼きですね、はい、俺一押し、これが一押し、そうそう、一押し、いちごミルクも人気なんでね、はいはい、ぜひ食べてほしい。しかもちょうどなぜか知らないけどスプーンが3つ用意されてる、そう、あの鶏皿もくれました、じゃあ3人で、はい、全部食べていきましょう。俺はもう知ってるから味、基本先に食べていいですか。あ、いよいよ、食べて食べて、これ鶏皿にとってもいいよ、うちしてもいいよ、そうそう、食べにくいな、多分崩れるはず、これ鶏皿使ったから、そう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 、少しずつ崩しながら、中の、そう、小豆、小豆一緒に、で、ちなみに沖縄ぜんざいって氷に入ってるじゃないですか、はいはいはい、県外からしたらこれありえないんですよ。え、なんで、例えばスーパーで行ってぜんざいを、売ってるぜんざいを思い出してください。なんかレトルトのやつでもいいので、お椀に入って湯気立ってません。確かに確かに、全然、ね、俺の、うん、俺の勝手なイメージは、ひじゅる、冷たいやつが、うん、ぜんざいっていうイメージ、もうこれは、これ沖縄だけです。こんな氷乗ってるぜんざいなんて、全国探してもここだけです。うん、というわけで、ぜひ召し上がってください。はい。いただきます。なんで今フーツさん。でも話聞いてたから。冷気を飛ばした。頭がおかしくなった。熱いって認識したんだ。どうですか、重くない、やばいよな、甘すぎないよな、甘すぎないですか、小豆とミルクがいい感じに混ざり合って、小豆ルーペ、うん、笑おう、踏んだら潰れるこれは潰れる、これは潰れる、踏んだら溶けるからな、俺もじゃあこっちの方食べていいですか、オッケーオッケー、いちごミルク金時ね、これもちゃんと下の方が厚くなってる、食べ方があって、はい、溶かすんですよ、こっちでこんな感じで、あー、なるほどね、あ、いいねいいね、食べやすくなる、ミックスさせるんですよ、いただきます、はい、これ考えた人、天才か、いや、天才だよ、マジでうまい、うまいよね、うん、マジで、それを教えた安倍さん、神、よかった、ゴッド、これでゴッドもなれました、マジでうまい、このよ、練乳ってかこのミルクの配分やばくない、やばい、なあ、あと、うん、ふわふわしてて、そうそうそう、なんていうんですか、噛む必要ないよな、スルンっていった、マジ口に出すぐ溶けてくれるから、うん、俺はすごいな、入れ歯忘れても安心って感じ、そう、マジで入らない、入らない、何のために俺歯ついてるのか分からんくなったの、全体の豆もめっちゃ柔らかいもんね、そう、めっちゃ柔らかい、美味しい、美味しい、うまい、これはマジでうまい、
めっちゃサクサク。全然触ったら分かった。触ったら天才、うん、神神ここには何人神がいるんだそれがこれも神うん生地がうまい生地がうまい、うまい、うん、じゃあ中は何でもいいけどじゃあ あんこが美味しいのはお味噌ちゃんの当たり前ですよはいこしあんベースかなちょっと笑うあ肉厚いっぱい入ってる、うん、もう詰まってるすごいですね、ほぼクリームが今流行ってるじゃないですか、うん、ほぼあん、これほぼあん金時とは違った甘さ、同じあんかもしれんけど、こっちはミルクとかあ他の、はいはい、要素もあるさ、こっちは純粋に生地とあんかの甘さで勝負してるから、うまい。てかさ、今冬じゃないですか、はい、撮影してるの、はい、冬にアイス食べたら美味しい説みたいな、なんかあるじゃないですか。あれどう思いますか。俺はマジであると思いますよ。あ、嘘。こたつの中でみかんじゃなくて、はい、アイスクリーム。え？冷凍みかんも食べるし。なんでですか？あえてですか？うわ、寒いよ。はい。で布団に入るの気持ちよくないですか？あー。わかりやすい例ですね。はいはいはい。クーラーガンガンにつけて、はい、な暑い夏ね。はい。うわ、寒いって言って、はい、布団に入って、はい、足の先出すんですよ。あー、はいはいはい、はい。足のお客さん。なるほど。あー分かりました。あ、お風呂と似てますね。あの気温差を楽しむんで、はい、なるほどなるほど。ありがとうな。俺も遠征から帰ってきて家、うん、キンキンに冷やしてたんですよ、うん、そこで待って帰ってくるまでちょっとクーラーつけてるのそれはやばい。俺クワガタ育ててるからクワガタの体温の、はいはいはい、調整のために俺やってるんですよ、うんうんうん、でベッドの下に寝るか俺いつも、うんうん、布団の下に寝るんですよ冷えてるから。あー地面ね、地面が冷えてるからそれが気持ちいいんですよ。あーそれはわかるかも。なんでこれ食べます。んどういう計算でそうなる。なんでこれ食べます。どう美味しい。口の中がうまいうまいだらけのメリーゴーランド、もううますぎるんすよ。わからんのわからん。どういうこと今のよ。身内だからかばいたかったけどわからんかったこれもう、こうやって中を潰したら潰れるんですよ。でしょうね。潰れなかったら店員呼ぶけど、逆に。何使ってるんですか。ふわふわ。たい焼きとは違って、はい。金時の方はこう、粒あんどころかも、粒なんで。あー、そうそうそう。ま、はい。金時ですか。そう、まあ、あの豆が好きで、豆の味を楽しみたいんだったら、ぜひ金時を選んでもらって。ちょっとあの生地とかあんこメインで楽しみたい方はたい焼き今川焼き楽しんでいただければ。そう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 。やばい、俺もう金時しか聞こえなくてよ。金時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 ですね、はい、これ新しい食べ方思いついたんですよ。何これ食べたら頭が冷えて痛くなるんですよ。うわで冷えたらこっち食うんですよ、ね、なるほどね。注文する。じゃあやってもらっていい今ので、これ食ったらこれ熱いんですよ。熱い焼きたてだから、はいはい、熱っってなって、うん、これ口に入れるんですよ、うん、美味しい。これ名前なんて言うんでしたっけ。今川焼き。今川チャンプルーになってから口の中で、うんうん、沖縄の伝統料理が口の中で完成するんですよ、うん、マジで、うん、やばいぐらいマジバンバンバン最強にうまいんですよ。だからみんなまずはこっちは噛むんすよ、うん、噛んで、うん、このタイミングでこれを、うん、最高ちょうどいいちょうどいいちょうどいい。おいいね。今川にそれ乗せて一緒に食べたらいいんじゃない。そうなんすよ。そうなんすよ。どういうこと。そうなんすか。分かってるの。そうなんすか。今川チャンプルーの完成するんで、うん、よかったら絶対やってください。よかったらってどっちなの。来た際にはやるの。やらんの。いや来た際には必ずやってください。このコラボレーションだけははっきりしよう。切っても切れない関係なんでこれだけはやるのか。やらんのか。絶対してください。絶対ね、うん、こんな真顔で言ってるんですけど、うんうん、絶対にやってください。絶対に、ね、そういう、うん、いいと思う。自信持っていいと思う。美味しいものに美味しいものつけたら、うん、美味しいものが完成するから。美味しいものたす美味しいものでまずいものってまずないから。確かに確かに確かに。好きなものいっぱい食べればいいんですよ。そうだね。
そうしたらどうなるの？バンバンが言うと選択力あるな。そしたら、そしたら見ての通り、1年で22キロ、22キロ太るわけですよ。説得力あるの。というわけで、はい、どうだった？とりあえず、うん、とてつもなく、うん、甘かったです。今の時なんか LINE で合わせたのないけど、うん、ものすごく美味しかったです。あ、美味しかった。めっちゃ美味しかった。あ、よかったよかった。美味しかった。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。